皆さんこんにちは。池前秀こと池端秀之です。今日は東京に来てまして、メイクアップのグループコンサルを終えました。今からまた和歌山に戻るんですけども、私がですね常にお伝えしたいことは、お化粧というものはですね女性の人生そのものやということでお話しています。で、お化粧というのは単にですねこう塗るという顔の上にこう重ねるとかそういうものだけではなくて、顔の汚れを取って、例えば洗顔、クレンジング、そういったものを全てひっくるめてですね、お顔に対するケアの仕方、こういうのもですね僕はメイクアップと思っています。いわゆるその自分の顔をいかに大切にするか、自分の顔をいかに意識して、そしてこの顔をですね人に見せるということは一種のコミュニケーションのスキルと思ってですね、例えば自分の顔にこだわったお顔でですね人に会うということは、一種のおもてなしであったり、ちょっと言葉を変えるとですねプラスのストロー投げかけというふうにね僕は思ってですね、だからもしあなたがいいお化粧をした状態で、もう自分に自信を持った状態でですねその顔を見せたいと思う時ないですか。うまく化粧ができた時って人に見てもらいたいってありますよね。それはですね人間というのはずっと24時間自分の顔をですね鏡を見ながら歩いているわけになります。そうですね、それは当たり前のことです。要は自分の顔は他人のためにあるわけですね。その自分の顔を他人のために作るということが、僕はこのメイクアップという一つの、醍醐味であったりですね、その何て言うんでしょう、非常に大切なんですね、自分の、自己肯定感というか自分の、いわゆるその自分の存在価値、これをですね、とにかく人に、見てもらいたいというね、そういう願望にもなると思うんですよ。ですからどうせメイクをするんだったら、とにかくこだわって、自分の今日はですね一日頑張るぞという時にね、自分のこのこだわりをですねその朝に集中してですね、自分の顔に丁寧に丁寧に、そして慈しみを持って、メイクをしてあげてほしいんです。そうすることによって、その出来上がったメイクというのは必ず相手に伝わっていくんです。その伝わることがですねプラスに伝わるかマイナスになるかということです。それがですね毎日の積み重ねによって、例えば銀行でいうと預金残高が上がるか、いわゆる預金が減っていくか、これが人のつながりでいくと、出会いがいい出会いがあるか、それとも出会いがなくなってしまうか、縁が切れるかとか、そういうことになっていくと思うんですね。ですので僕はメイクというのをですね、お化粧というのはですね、女性の人生そのものと言ってるわけです。そこまでですね、大げさに言ってる人は多分いないと思いますが、ぜひですね、そういうふうに考えて、お化粧に励んでもらいたいと思います。ということで、またお会いしましょう。それでは頑張ってください。